小さいマリオが土管に入るアクションをアプローチ方法で変えることができます。まずは普通に入るアクションです。スロー再生だとこんな感じ。立ったまま土管に入っていきます。ダッシュ中に土管に入るとダッシュアクションのまま土管に入っていきます。スロー再生だとこんな感じ。走ってるでしょ？前ジャンプしながら土管に入ると手を広げて土管に入っていきます。スロー再生だとこんな感じ。後ろジャンプしながら土管に入るとかっこいいポーズで土管に入ります。スロー再生だとこんな感じ。かっこいいでしょ。この4にはとても長いファイアバーが配置されていますが、右側の足場の上でこのロングファイアバーが平行になるその瞬間にしゃがみジャンプをするとダメージを受けずファイアバーをすり抜けられます。シビアなタイミングが求められ少しでもずれたらアウトです。小さいマリオでも下ボタンを押しながらジャンプですり抜けられますがタイミングをミスすれば即アウトです。6の3の最初に配置されているリフトですが、しばらくの間何もせず乗って揺られているとだんだんとリフトの揺れる幅が大きくなっていきます。最初はマリオの背丈では届かなかったリフトの上に配置されたコインにいつの間にか届くようになり、どんどん揺れ幅が大きくなっていき最後には奈落の底に誘われてしまいます。今、マリオの上に白い糸のようなものが見えませんか？6の3のこの島の上でキラーを踏みつけると他では現れない不思議な現象が起きます。ここで踏みつけるキラーはこの映像のように落下せずその場で停止することがあります。そのまま踏みつけ続けると白い糸のようなものを出しながら少しずつ下へ下がっていきます。そのまま踏み続けていると白い糸がどんどん伸びていきます。何の糸なんでしょうか？怖いですよね。この裏技はキラーが糸を引くことから納豆キラーなんていう名前でも呼ばれているようですよ。キラーを止めて、キラーの口元にマリオの口元を近づけると、まるで口づけをしているようです。っていうか糸引きキラーには触れてもミスにならないようですね。7の2はキラーが厄介なステージですが、この厄介なキラーでこれまた厄介なハンマーブロスを消す裏技を紹介します。右方向に放たれたキラーを3つ画面上に残しながら進むと、そこにいるはずのハンマーブロスが姿を消してしまいます。この2には2体のハンマーブロスがいるところの先に落とし穴があります。先にネタバレしてしまいますが、その落とし穴に落ちた時に通常のミスした時の効果音の後に、もう一度、ミスの効果音が鳴ることがあります。ハンマーブロスのハンマーにもう一度当たって2度目のミスになるからという説がありますが、この動画では落ちた後でハンマーに当たっているようには見えないので、アキオさんはその説は違うと考えています。さあ、もうすぐですよ。耳を澄まして効果音をお聞きください。この2の階段にいるハンマーブロスはとても厄介な位置にいますよね。ハンマーブロス。強いですよね。階段に鎮座していて、序盤、中盤、終盤、隙がありません。でもマリオは負けないよ。隙のないハンマーブロスをなんとかあの階段からどける方法はないでしょうか？どける方法はあります。ここに限らずハンマーブロスはマリオがじっと待っていると、そのうちしびれを切らしてマリオに向かって突進してきます。もうすぐ来ますよ。見ていてください。階段から降りてマリオに向かってきましたね。なんとかうまくかわすことができました。やったね。ではハンマーブロスが2体いるところではどうでしょうか？やばい、同時に迫ってきた。逃げ場がないぞ、どうしよう。やばい、追い詰められた。ではハンマーブロスが迫ってくる習性を利用した面白裏技を一つ紹介しよう。2体のハンマーブロスがいるところで2体の中間にマリオを入り込ませて待機させよう。そのうち2体ともしびれを切らしてマリオに突進してくるんだけど、その時に面白いことが起こります。ではハンマーブロスがしびれを切らすまで少々お待ちください。
側のハンマーブロスが左側のハンマーブロスに歩み寄っていって横位置が重なります。縦位置が同じ段で並ぶと合体しているように見えるでしょ？スターを出して取らずに飛び跳ねるスターが上がるタイミングでハテナブロックを叩いてスーパーキノコを出すとキノコがホップして飛び出てきます。スーパーキノコをジャンプの落下中にゲットしてゲットした瞬間にタイミングよくジャンプボタンを押すと2段ジャンプができます。この裏技を応用するとこのように普通では届かないブロックを叩くこともできます。パタパタがジャンプで上がっている時にマリオのジャンプで上がるタイミングをうまく合わせるとパタパタのジャンプの勢いでマリオのジャンプがアシストされて普段より高く飛べます。普通のジャンプでは届かないこんな高いところのブロックも叩けます。すごいでしょ？高いところから降りてくるクリボーを降りていくタイミングでうまく踏むとペシャンコになって降りていきます。天秤リフトは気を抜いて乗っていると落ちてしまいますが、慌てないでください。少し上に隣のリフトも一緒に落ちてきますから、うまくそれに飛び移ってからさらに別の場所へ飛び移りましょう。この2の豆の木が出る場所へ行きます。豆の木に登る途中にハンマーブロスの投げるハンマーに当たってミスをしましょう。なかなかいいハンマーは投げてくれないので忍耐が必要です。間延びするので少しカットしますね。さあ、もうすぐ来ますよ。いいハンマー。捕まりっぱなしはダメですよ。ポイントは、登りながら、です。音、聞こえました？豆の木が伸びる音がしたでしょ？音とともに姿は見えませんがスタート地点に豆の木が生えています。ツルに捕まって登ったり降りたり、スキップマリオもできますよ。この裏技は二人用プレイでもできます。同じように5の2の豆の木に登る途中でハンマーに当たってミスします。すると、もう片方のプレイヤーのスタート地点に豆の木が生えてきます。1の1では豆の木の姿形が確認できますね。ここでのミソは、もう片方のプレイヤーのスタート地点に生えてくるという点で、そのステージは問いません。ということで他のステージもいくつか見てみましょう。では、1の2を見てみましょう。ここまではハンマーに当たるところからお見せしますが次のステージからは時間短縮のため省きますね。音とともに地下の床から豆の木が生えてきました。すごい、豆の木に捕まりながらクリボーが踏めましたね。お城ステージはどうでしょうか？音はしましたが出てこないですね。床が高いから床の中に隠れているのでしょうか？あ、見えますか？床ブロックの中にうっすらと緑の豆の木のようなものが見えますよ。これは生えていますね。では水中はどうでしょうか？生えてくる音はしましたが目視では確認できませんね。接触している感じもないので水中面で豆の木は確認できませんでした。では中間点はどうでしょうか？生えますね。しかも島の上に、役には立たないけどすごい。この裏技はすごいですよ。ただ労力に見合った対価ではないかもしれませんが、まずスタート地点に豆の木を生やす裏技で裏面の1の2へ豆の木を生やします。そして生えた豆の木に登って、豆の木から降りないようにネットを上手にお尻で踏んでお尻で蹴飛ばし、戻ってきたらお尻で踏んで止めます。そして、また蹴飛ばして、また踏んで止めて蹴ってを繰り返すと、どんどん得点が上がっていき、そのうち1アップするようになります。これを繰り返せば連続1アップになって、無限1アップの成功です。こんな無限1アップの方法もあるんですね。
今度も豆の木での無限位置アップです。さっきよりもさらに難しいですよ。まずスタート地点にノコノコかメットが迫ってくるステージに豆の木を生やします。そして豆の木から降りないようにノコノコを踏みます。甲羅にこもった後に歩き始めたらすぐにまた踏んで甲羅にします。そして歩き始めたら踏んで甲羅にしてまた歩き始めたら踏んでを繰り返すとどんどん得点が上がっていきます。8000点を超えると位置アップになるのですが豆の木で届く範囲で踏む必要があるので復活して踏むのにシビアなタイミングが求められとても難しいです。豆の木は左右にマリオを触れるのでマリオの左右位置をうまく活かしましょう。ノコノコがだいぶ左に行ってしまいました。ちょっと厳しいかな。ノコノコに届きませんでした。残念ですが再挑戦です。8000点になりました。次から位置アップになるはずです。いけましたね。ここからはどんどん位置アップしますが、むちゃくちゃ難しい無限位置アップです。小さいマリオではブロックを壊せないのでブロックの上に直接行くことはできないのですが、敵キャラがブロックの上にいる状態でブロックを叩いているとごく稀にブロックをすり抜けてブロックの上に行くことができることがあります。同じ原理で敵キャラがブロックの上にいる状態で下から叩いているとなぜか敵キャラがブロックをすり抜けて下へ落ちてくることがあります。敵キャラの進行方向の反対からマリオをぶつけると、敵キャラが進行方向と反対に引き返してきます。甲羅をキックした時に得られる点数は甲羅をキックする時のタイミングで変わります。基本的にはノコノコやメットが元に戻るギリギリまで待って蹴ると高い得点が得られ、最高は8000点です。通常、ノコノコやメットは踏んだらこのように甲羅や殻の中に隠れますが、ブロックの下から叩くとひっくり返って甲羅にこもります。メットだとこんな感じにって、あれ？穴に落ちる直前に踏むとひっくり返って穴に落ちていきます。空中で踏んでも甲羅はひっくり返ります。蹴っ飛ばした甲羅を穴に落ちる直前に踏むとひっくり返ってすっ飛んでいきます。こんなところでやるとこんな感じに。蹴っ飛ばした甲羅を追いかけて空中で踏むとこんな感じですっ飛んでいきます。すっ飛んだすぐ先に着地点があるときはそこで止まります。甲羅を追いかけて踏みながらパタパタもダブルで踏むとかっこいいです。かっこいいでしょ？二つの甲羅を近くに並べて同時に踏むと同士打ちをします。早すぎてわからないと思いますのでスローでご覧ください。青のこの子は進行方向に穴があるとそのまま落ちていきますが赤のこの子は穴の手前で引き返しますよね。では赤いパタパタの羽を取ったらそれは赤のこの子になると思うじゃないですか。ネタバレしますと赤パタパタの羽を取っても赤のこの子とは違う性質を持った敵キャラになります。ほら、穴に落ちていってしまいました。この赤のこの子は落ちないでしょ？赤パタパタの羽を取っても赤のこの子とは違いましたね。左下に注目ください。歩いているノコノコは甲羅状態のノコノコに当たると通常引き返しますが、画面ギリギリだとすり抜けて歩いてくることがあります。あまり知られていませんがキックした甲羅でキラーを倒せます。穴に落下するノコノコを穴の中で踏むと面白いことが起きます。
穴の中でノコノコが停止して甲羅から復活すると床の中をすり抜けて進んでいきます。まるでマリオがノコノコとお散歩しているみたいですよね。この裏技は穴にノコノコが落ちていくところだとできるので、いくつかご紹介しますね。2の1での空中ノコノコ踏みとお散歩です。3の1での空中ノコノコ踏みとお散歩です。3の2での空中ノコノコ踏みとお散歩です。8の1でのノコノコの空中踏みとお散歩です。8の2でのノコノコの空中踏みとお散歩です。パタパタも一緒に連れて行けそうですが、やめておきます。8の3でのノコノコの空中踏みとお散歩です。6の2はメットを空中で踏んでみましょう。ノコノコと同じようにお散歩できるでしょうか。空中で止まって歩き出しましたね。メットでもお散歩できました。1の3での空中ノコノコ踏みとお散歩です。実はこの子はノコノコじゃなくてパタパタです。この3での空中ノコノコ踏みとお散歩です。1の3のパターンと同じですが、キラーが飛んでいるので厄介ですね。かなり踏むのが下の方になってしまいましたね。ノコノコの頭が少ししか見えません。この2での空中ノコノコ踏みとお散歩です。すでにお散歩していますが、パタパタも狙います。やりました。2匹のノコノコとお散歩です。通常では B ダッシュでも蹴った甲羅には追いつけませんが、蹴った先に段差があるとラッカアクションでスピードが低下するのか、蹴った甲羅にマリオが追いつくことができます。もちろん甲羅には当たり判定があるので、当たればダメージを受けます。笑い。3の3でも空中でノコノコを踏めますが、それはかなりトリッキーな方法で高度なテクニックが必要です。ここは赤ノコノコなので自分では穴に落ちませんから、マリオで蹴っ飛ばします。蹴っ飛ばしたノコノコを追いかけると空中で踏むことができます。ポイントは左のリフトです。リフトでジャンプした後の足場を作っておくと、踏んだ後に穴に落下せず島に戻ってこられます。かなり難しいので、気合を入れてチャレンジしてください。床下や地中のノコノコにも当たり判定が残っています。地上に頭などが出ているところに触れるとダメージを受けます。同じ理屈で当たり判定が残っているところにファイアボールを当てればやっつけることができます。同じ理屈で当たり判定が発生するところを踏めれば甲羅にすることもでき、さらに甲羅をキックすることもできます。キックすると床や地中をすごい勢いで飛んでいきます。当たり判定もあるので、クリボーもやっつけることができます。ではゴールまでノコノコを連れて行ったら、ゴール後の当たり判定はどうなるのでしょうか。やってみましょう。ゴール後のノコノコに当たり判定はないようですね。穴に落下したアイテムは画面上段の空で回収することができます。上と下の当たり判定がつながっているのかな。地下と空中の当たり判定がつながっていることを利用すると、空中で穴に落ちたノコノコを踏むことができます。このノコノコをゴール前まで連れていくとすごいことが起きますが、それは後ほどご紹介します。地下のノコノコには当たり判定が残っているので、再び空中と地下の境界で接触すればダメージを受けます。同じ理屈で空中と地下の境界では再び地中のノコノコを踏むことができます。
連れてきたチカのノコノコをポール手前の空中で踏むとマリオが少しホップしてポールの上を飛び越えることができます。すごいでしょ？この先は延々とマップが続くだけでゴールはありません。同じやり方でノコノコやメットとお散歩できるステージはポール越えができます。では連続でご紹介しましょう。一ノ三のポール越えです。2の1のポール越えです。ここで一つポールを越えた後の小ネタを紹介します。ポール越えをした後先に進んでしまうとゴールできなくなってしまいますが、ポールが見えている間に後ろからポールに捕まればゴールすることができます。3の1のポール越えです。3の2のポール越えです。3の3のポール越えです。ポール前がリフトなのでリフトの調整が少し難しいです。この2のポール越えです。この3のポール越えです。6の2はネットに助けてもらいます。8の1のポール越えです。8の2のポール越えです。8の3のポール越えです。とりあえず階段の足場に注意ですね。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。コメントもよろしくだぜ。